己正義中め。一生紙やすりを使用する人生を歩め。トイレ紙に囲まれて何呪いの言葉を吐いているんだ。トイレットペーパー買い占めて転売してたらアカウント停止させられて売上金没収されたのよ。全財産つぎ込んだのに。お前転売なんかしてたのか、ざまあだな。まっとうに生きろ。お金儲けして何が悪いのよ。というかなんであんたはそんなに余裕なの。トイレットペーパーなくて焦らないの。紙なんざなくても代用品はいくらでもある。人類の歴史を調べるとそれがよくわかるぞ。何言ってんの。そのまんまの意味だぜ。買い占め騒動で気になってトイレットペーパーの歴史を調べてみたんだ。トイレットペーパーが生まれて流通する前は人類はいろんなものを使っていたんだぜ。仕方ないから解説してやろう。え、まず、紙の歴史を語る上で外せないのは西暦105年頃の再臨という男だ。五感の時代、宦官の再臨が製紙法を改良し、実用的な紙の製造普及に多大な貢献をしたんだ。再臨が紙を発明したと聞いた人もいると思うが、彼よりずっと前の時代に植物繊維由来の紙が発見されているので、彼は実用的かつ大量生産を可能にした人というのが正しい認識だな。ちなみにそれ以前の紙は、桑の樹皮に水を加えて叩き、伸ばし二皮でつなぎ合わせて、一人の職人が、一日に三枚しか作れなかったんだ。紙以外では竹簡や木簡、または絹織物に毛筆で書いていたが、木は重いし絹は高価で決して手軽とは言えなかった。再臨の死後も紙は後世の者たちにより改良され、6世紀の皇帝や富裕層が、最古にトイレ紙を使用したものとして文献には記されている。ちなみにこの頃の日本は、古墳時代後期から飛鳥時代で、推古天皇や聖徳太子の時代だな。予想以上に古いわね。それから爆発的に世界に広まったの。それがそうでもない。8世紀に中国を訪れたムスリムの旅人は、中国の人々は用を足した後、体を水で洗わず、その部分を紙で拭き取るだけで済ませる。あまり清潔さにこだわらないようだ、と記している。16世紀のフランス人作家も、トイレットペーパーは使い物にならない、と著書に載せているから受け入れられるのはだいぶ後の時代になってからだな。それじゃあ何を使っていたの？時代や国、身分によって様々だが説明するぜ。インドやインドネシアは川や水、指を使っていた。これだと水でそのまま体を洗えるな。いきなりハードね。サウジアラビアは指と砂を使っていた。砂と聞いてびっくりするが、砂漠の砂は細かくて痛くないそうだ。また、指やお尻の砂もすぐに乾燥して落ちてしまうから思いのほか快適そうだな。エジプトでは小石を、古代ギリシャ人は石や粘土のかけらを使っていた。間違えてお尻切りそうで怖いわ。アメリカのコーンベルト地帯ではトウモロコシの毛と芯を使い、中国のウード地帯とアフリカのサバンナ地帯ではロープを使っていた。ああ、容易に使う姿が想像できてしまう。ネパールでは樹皮を、ブータンでは布切れを、古代ローマと地中海諸国では海綿スポンジを先端につけた棒を塩水につけておき使い回していた。これは漫画、テルマエ、ロマエ、でも登場したから興味ある人は読んでみてくれ。また、中国と日本では紙以外にも木片、竹べらを使用していた。あとツイッターのフォロワーさんから教えてもらった情報だが、使い終わった木簡が使用され、内容は物流関係のものが多かったそうだ。現代だと読み終わった手紙や書類でお尻拭いたようなものなのね。雪深い北欧では雪を、ノルウェーでは苔を使用していたそうだ。それ聞いてお尻がヒヤッとしたわ。他にも裕福な人は麻やレース、羊毛を使って拭い裕福でない人は葉っぱや干し草、リンゴの皮、貝殻やシダ植物を使っていた。そして海に囲まれた日本は海藻を使っていた地域もあったそうだ。もっとヒヤッとしたわ。ちなみに日本では奈良時代から忠義という細長い木製の板がお尻拭きの道具として使用された。これは餓鬼草紙に書かれてる。紙が使用され始めたのは身分が高い人限定だが12、13世紀頃と言われている。庶民が紙を使用するのは江戸時代以降で浅草紙という加藤氏がその名称だ。1857年、アメリカで巻き取り型のトイレットペーパーを、地の医療用製品として生産し始め、これがトイレットペーパーとして世界初の、工業製品とされている。ちなみにペリーが日本に来航したのが1853年だからな。じゃあペリーさんも来日の数年後にトイレットペーパーでお尻拭いていたかもしれないのね。その可能性はあるかもな。また現代でもインドの一般家庭ではお尻を手桶に水を溜めて左手で洗うところがある。実際に体験した日本人によると紙で拭うより綺麗で清潔だそうだ。コツは手を水で濡らしてから使うと臭わないし綺麗になるそうだぜ。ほほう。というわけでどうだ、トイレ紙の代用品はいくらでもある。
災害時にこういう知識を備えておけばためになるだろう。けど一応私たち女の子なんだから海藻やロープ使うのは。何言ってる。古代の王族や貴族も布とか使ってたんだぞ。気にすんな。常識を捨てろ。捨ててはダメな常識もあるでしょうが。っていうか前回の動画でそろそろ中国以外の動画投稿するって私言ったけど結局中国関連になってるわよ。そのことなんだけどな。実は動画作るときって図書館から本を借りて、資料にして作成しているんだが。現在コロナの影響で近隣の図書館が、軒並みサービスを中止して休館してしまい、予定していた題材の資料が借りれなくて、急遽この動画作ったんだぜ。マジかよ。マジだぜ。だからこのトイレ紙の情報も、ネットに書かれていることを丸写ししているからな。本当ならもっと資料を集めて作成したいんだが苦肉の策なんだぜ。そういえば潔いぐらい丸写ししてたわね。こんなところでコロナの影響が出るとは思わなかったぜ。己コロナめ。残念ね。ところで私たちってどこから排泄するのかしらね。そりゃ上の子。やめて、規約に引っかかる、可愛い饅頭キャラのイメージを崩さないで。トイレ紙の解説はいかがでしたか。図書館の休館という事態の中で急遽作成した動画です。内容がいつもより薄くて申し訳ないです。売り切れと転売が横行していますが、偽情報に惑わされずに行動すればすぐに社会全体が元の日常に戻れます。大変な世の中ですが、ネガティブなことばかりに意識を向けずに視点を変えてみましょう。カエルは海藻を使ったらどんな感じなのかと妄想していました。死ぬほど気色悪いですね。海藻に巻かれて流されろ。最後に、少しでもこの動画が良いと思っていただけましたらいいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。チャンネル存続のためにもお願いします。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。